ちまして、平成25年、この時神社抹茶、十二神社、愛宕様の礼拝の恩義、めでたく取り納めを。ここにあるんですよ。すごい、一点、一点視界、穴、晴れ渡り、願わくば、実りの中にと、福来たらんということで、今日の祭りを望んで、まあ、余韻野菜の、まあ、お祭りの前祭りをいたします。で、それで、そして今日もこの改正の中でお祭りをいたして、自分性だけではなくて、まあ、仮装、それから、まあ、祭りと、この3年、それから、繁栄、今日が繁栄事業の季節になりますので、皆さん、気を緩めないように、気を緩めると、緩めた中に、かすかに、かすみのように、あんたなっていう。よろしくお願いいたします。以上でございます。藤井愛宕様の礼拝終わり、さんが無事終了いたしまして、本当にあの軽減な中非常に感動しております。またよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。もう一方 NPO ですが、一宮白理事長様より一言、祝辞を頂戴したいと思います。はい、じゃあ、僭越ですけども、一言ご挨拶させていただきます。私たち NPO 法人、さすが一宮はですね、今、愛宕様に関して、少しでも何か、お助けっていうか、できればなと思いまして、愛宕林の、習っている方たちだとか、それから、この山車の修理とかに、文化庁の方の助成金をいただきまして、頑張っております。これからも、ぜひ、愛宕様が昔のようにですね、この山車が、ずっとこの外を回ってある皆さんがこうお囃子がずっと街中に響いてくれるのを願って頑張りますので、また皆様も ご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。総代表さんはじめ総代の皆様、連日本当にご苦労さんと思います。申し訳ございません。それでは乾杯に移りたいと思います。
愛宕様のますます発展と皆様方のご健勝を祈念いたしまして乾杯。乾杯。はい。乾杯。はい。お時間のいいです限り。